女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。行く。命の限り。了解です、兵長。この班の兵は俺が監視者。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。分かりました。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。行く。狙ってなよ。分かりました。すぐに片付けてやるぞ。やる。
ません。ここに回って巨人を止めます。くそ、邪魔な巨人め。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。どうして見殺しにする理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだ強っ子だからだ。黙って従え。どうしたマジモ。おとなしくしてお前ら腹をくくれ。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。今！まさか、あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかし、よくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。
そうか。そうだ。彼らのおかげで、こいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。